岡県糸島市の二見ヶ浦です。二見ヶ浦というと伊勢の朝日の二見ヶ浦として有名ですけれども、この糸島市の二見ヶ浦は夕日の二見ヶ浦というんだそうですね。高さが11メーター余りの2つの岩に大きなしめ縄が張られていました。長さが30メーターで重さが1トンもあるそうです。そして海岸は人もいなくてもう夕方でしたので、とても静かな浜辺でした。